ちゃんフェスティバルが。ワンちゃんフェスティバルなの？え、人だな。え、何してんの？何してんの？なんだろうね。楽しそう。やだ、アウトドアイベントじゃないの？そうなのか。楽しそうだね。こんにちは、フロム埼玉です。暖かくて気持ちのいい日曜日、ドライブ日和です。何のイベントだったのかしら。楽しそう。今見えていた公園は吉見町総合運動公園です。野球場8面、テニスコート26面、サッカー場3面、フットサルコート2面にパークゴルフ場が27ホールを有している大きな公園です。すごいね。荒川の河川敷の自然環境を生かした園内ではウォーキング、ランニングやレクリエーションに利用できる芝生広場などもあるそうです。いいなぁ、ゆっくりキャンプしたいなぁ。おっといけない、今日は家のことをやっている最中で、お手軽にお昼ご飯を食べて、できればお土産のおかずも買って、そんでもって目的のものを買ったら急いで家に帰って続きをしなくちゃだった。それではスタートです。こんにちは。こんにちは。今日はお天気いいんだけど、花植木センターの方来てます。コーナスの方のね。ああ、なるほど、花園もあるからね。うん、お庭に一かごパンジー植えたんだけど、ちょっと足りなかったの。ここを抜いていくと花屋さんだよね。そう、なんだけど、うんうん、ちょっと遠回りして、焼きそば、うん、ちょっと軽食、うん、食べられるところがあるというので、立ち寄ってきます。あるんかな。ないのかな。ないの。わかんない。じゃあね、あとね、1.9キロ、4分です。はい、じゃあ気をつけていきましょう。はい、お願いします。はい。あそこに氷が出てんのがそれっぽくない？それかな。それだそれだ。へえ、すごいね。焼き鳥とか書いてあるよ。いや、楽しい。行ってみましょうか。あ、焼きそばって登りが立ってるよ。ですか。まあいいんじゃないですか。面白そう。大西さんです。テイクアウト専門となっていますが、店内での飲食ももちろん可能です。年季の入った提灯がいい味出してますね。 B 級グルメブームで全国的に注目を集めた餃子フライをはじめとして、焼きそばやゼリーフライ、焼き鳥、お弁当も販売しています。お邪魔します。店主さんがお一人でやっていらっしゃいます。物静かな店主さんですが、店内で食べてもいいですかと聞くと心よく受けてくださいました。テイクアウトの方が多いようです。注文をしてからの調理なので、お持ち帰りの時は電話で予約するといいかもですね。駐車場は裏に2台ほど止められます。カラオケボックスもあるという噂。ゼリーフライってご存知ですか？おからとじゃがいもを混ぜたものを小判型に形成して油で揚げたものです。食物繊維たっぷりでヘルシーなお手軽なおやつとして人気です。ゼリーって聞くとえって思いますが、ゼリーの形からゼニーフライ、ゼリーフライとなったとかならないとか諸説あります。あら、このお店新聞にも載ったのね。すごい。たまたま見つけて来てみたけれど、これは隠れた名店なのかも。期待しちゃいますね。いただきます。食べてみて。うん。美味しい。はいよ。
しっとり系の焼きそばの麺、おいしい。おいしい。すごくないんだけど、あそこ好き、ね、しっとり系。まあ、アロー氏のリアクションめっちゃ薄いですが、育った場所から餃子フライに馴染みがあまりなかったので、そうだフライってこういうんだって今噛み締めてるところですね。マルコはいつも仙道さんのフライをいただくんですが、これまた育ちは別の場所。こちらのフライはこちらのフライで、外はカリ、中はもちでとっても美味しい。しっとり系の焼きそばの濃いめの味もとっても美味しい。屋台の焼きそばを思い出します。お安いし軽食には十分なんじゃないかな。これがゼリーフライ、熱々揚げたてだよ。ほら、ほぼほぼコロッケ、すごく熱いよ。うん、おいしいね。焼き鳥をお土産で10本頼んだんだけど、1本ここでも食べようかなと思って、スナックも頼んだの。お体がなんか罪悪感ないな。一人到着、砂肝ね、これ食べなもっと、チョコも美味しい、おやつ感覚がいいね、いいよね、うん、ちょっと食べてみちゃおう、これ、いただきます。上手ね、サクサク、砂肝、ちょっとしたおやつ感覚でも小腹が空いた時にもお手軽でいいですよね。これで2人で1000円、ありがたい。近所に欲しいわ。小腹空いた時も最高じゃん。うん、出店の味っていうのかな、でほらね、出店っていうのはお祭り行かなくちゃ食べられないけれども、それがいつでもいつ何時でも食べられるっていう安心感というかね、フライもね、薄めのフライで、カリッカリしてて外が、美味しかったし、私あの焼きそばのサラサラした麺じゃなくて、なんてしっとりした麺、あれがね結構好き、薄い味っていうよりあのソースの味がしっかり濃い、色も味もちょっと濃いめの、でもソースが辛口じゃなくて甘口だから、そう食べやすかったね、あのよくたこ焼きソースとして売ってるようなソースで焼いたような焼きそば、ああそういう感じかもしれない、いや美味しかった、美味しかったよね。でほらテイクアウトの焼き鳥、10本なり、次回の動画は鶴ヶ島若葉の天狗さんが6月にリニューアルしてオープン。新しくなったお店は今まで以上にメニューが豊富。家族で行ってもみんなが食べたいメニューが揃ってるよ。あれもこれも頼んでいただいてみました。和洋折衷揃って楽しいよね。昼酒なんか飲んで陽気なマルコです。お楽しみにしてください。